ですね、絵描き歌をやるなのです。絵描き歌？はい、お互いに考えた絵描き歌を相手に書いてもらって、うん、ちゃんと書けるかどうかを検証していくのです。わかりました。えい、ではじゃあ先にチョウが問題を出します。わかりました。ポンが書くのね。はい、ポンポンポン、斜めにハートを書いたなら、小さいハートが生えてきて、ピアスを一つ開けましょう。なんだろう。にっこり口を添えたなら、あっという間にひよこさん。なんだこれ。黒豆も黒豆好きだな。豚
てきて池に波紋が広がった、大きな葉っぱが落ちてきて、ゴマがゴマがいっぱい落ちてきた、あっという間に校庭ではペンギン、なにこれ、バケモン単純ですからね、校庭ではペンギン。あー、じゃあちょっと正解を教えてください。わかったのです。お池が一つありまして、ゲジゲジに息を吐いてる、オムライス二つ落ちてきて、デミグラスソース。あー、なるほどね、おしゃれだわ。オムライスね。池に波紋が広がった。黒豆二つ落ちてきて。池に波紋が広がった。なるほど。大きな葉っぱが落ちてきて。ゴマがいっぱい落ちてきた。あっという間に。こちらペンギン。知ってないと絵描き歌は無事、無事という結果になりました。みんなも検証してまえ。 PQB Twitter ホームページも概要欄にリンクがあります。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、チャオ、バイバイ。次回予告、エイザーペースやスカイ。なんて言ったの？逆再生パーティー。